山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん、頑張って、働いておりますか？生活しておりますか？まあいろいろ暗い話題が多いんですけども、アトラスラジオを聞いてですね、まあアトラスラジオは不思議を不思議と思わない、不思議なことも普通にあるよというふうに解釈するのがアトラスラジオの特徴です。妖怪も幽霊もいます、宇宙人もユーマもいますというスタンスでやっております。まあ当然信じられないよっていう人もいるんですけど、まあ信じる信じないはあなた次第という個人のリテラシーにお任せしますと言います。ただ僕はやっぱり自分の周りに目に見えないものがあると信じて、53年間生きてきましたので、ね、そういう不思議な世界を普通に捉えられた日本人、そういうものが生活の中に溶け込んでいた日本人というのをですね、みんなで取り戻すことによって、乱れた日本は良くなっていくんではないのかなと。死んだおじいちゃんが見てる、死んだおばあちゃんが天から見てるとかね、仏様に怒られるとか、お地蔵さんに叱られるとかね、やっぱりそういう気持ちを持つということは大切なのではないのかなと思っております。今日はですね、妖怪を見ているという、関西の、きなこさんに電話がつながっています。きなこさん、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、きはなじめこまでして。す。さっき打ち合わせでちょっと話したんですけど、うちの犬がきなこって言うんですけど、そうですね。今事務所で録音しているのできなこはいないんですけど、すごいいたずらっ子のシーズーの5歳なんですよ。女とは思えないぐらいいたずらするんです。男じゃねえかなって。可愛いんですけどね、ろくなことしないです。資料の上におしっこしたりですね、破いたり、悪いことばっかするんですよ。まあそれで、きなこさんはご自分で YouTube チャンネルをやってらっしゃるんですか？私の YouTube のチャンネルもあるんですけれども、それはどちらかというと、アクアリウムとか、あと子供さん用の絵本であったりとかっていう形で、もうあくまでも趣味の範囲でやってるんです。あ、なるほど。これ、まあ、推薦いただいた方っていうのはご友人の方ですか？そうです。そのが、アクアリウムの関係で知り合ったんですけれども、その方がアドラスラジオのファンで、そうです。じゃあ、きなこさん、不思議な体験多いから、ビンタロウさんに話してみたら、みたいな話になったわけですね。そうですね。その前に、まあちょっといろいろとこうやっぱり怪談話もあるので、2人でチャンネルをじゃあ立ち上げようという形になりまして、なるほ恵比ど。寿やエスタという形で、あ、恵比寿やエスタというとチャいンうチャネル、ンネルがあり、あるんですね。そちらが主にね、私が話してるような状態なんですけれども。なるほど。それで、妖怪の話をアトラスラジオ集めてるんですけども、どういう体験を、どういう妖怪を見てるんですか、今まで。ですね、最新では、まあ、動画にもあるんですけれども、枕返しと、枕返し。あともう一つが、この間までうちの家で遊んでたんですけれども、ヌエっていうヌエ。妖怪、ヌエ。ちょっと皆さんが思われてるような、ヌエとは違うと思うんですけれども、ちょっと小型でね、あ、じゃあちょっとね、興味深い話なんで、ちょっと一個ずつ聞いていきましょうか。まず、枕返しって何年ぐらい前の話ですか？いや、もう本当にね、この1週間、最1週間ぐ近。らい、もう本当にね、先週か先々週ぐらいだったんですよ。なぜ現れたんですかね。いや、それもね、ちょっとね、経緯がわからないんですけれども、すごくまあ、動画をずっと上げてまして、で、ちょっと疲れが溜まってた部分もあったんですけれども、それで早くからちょっと寝てたんですね。寝てた。寝てました。で、そしたら、まあ、夢、悪い夢をちょっと見まして、で、気持ち悪さにちょっと目が覚めたんですね。そしたら、なんか、
こう金縛りみたいな感じじゃないんですけど、とにかく体が重い感じになって動けなくなりまして、で私金縛りでも360度見えるたちなので、で後ろに自分の背中の方にですね、はい、あの横向きに寝てたので、あの視線を感じたんですよ。視線、うん、はい、何か見てると、何かが見てるっていうのがあって、はい、なんだろうこれって思ったら、あの1個の目の直径が50センチぐらいある大きな、でかいですね、でっかい目がね、2つね、睨んでたんですよ私のことを、背中をずっと見てるような感じで。それはもう金縛り状態だけど、そういうのが目が見てるってことは分かるんですね。分かるんですよ、でかい目を見てると。はい、まあそこでまず人の霊とかじゃないですよね、化け物ですよね、明らかに。もうそうですよね、人の形をまずしてないので、うん、でうわこれはって思ったんです、すごく。そして、あの、おかんとかも走ったのでね、なんか怖いっていうイメージがすごくバーッと立っちゃったので、あこれはあの悪いやつだと思ったんですよ、うん、はい、そしたらですね、うん、寝てる私の枕をね、引っ張るんですね。なんか手かなんか見えました？ちょっと細い手が見えたんですよ。手は人間の手みたいな感じですか？ね、なんか黒くてね、うん、細い、異常に細かったですね、手は。あ、目はでかいけど手は細いんですね。すっごい細いんですよ。が2本伸びてきたんですか？1本ですか？2本伸びてきて、うん、で枕をこう、うん、薄くスライスする感じありますよね。はい、薄くスライスしたようになってまして、枕がそれをね、上から一枚一枚引っ張って取っていくんですよ。はあ、どういうことですか？スライスして取っていく。スライスされてまして、なんか取っていくんですよ、薄くなってまして、でそれを一枚一枚引っ張っていくんですよ、上にカバーがかけられてるみたいな感じになってて、その状態でちょっと薄い感じでもうスッスッスッと引っ張っていくんですよね。じゃあまあ物理的に枕はそこにあるような感じなんだけど、スライスして抜き取っていく感じですか？抜き取っていくような感じ。それがだん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 薄くなっていく感じはあるんですよ。あ、自分も体感としてあるわけですね。あるんです。はあ、じゃあどういうことなんですかね、その抜き取った枕をどこに持ってこうとしてるんですか彼らは。あ、それはねちょっと分かんなかったんですよ本当にね、あと 2,3 枚で、失礼しました、あの、2,3 枚引っ張られるともうなくなるっていうところだったんですね、枕が完全に取られると。はい、うん、そこで、うん、消えちゃったんですよ。あ、その気配が、気配がポンと消えちゃって、うんうん、で体もちょっとまだ重かったんですけれども起こしまして、と思って見回したんですけどなくって、で枕も普通に戻ってるんですよね、普通の大きさに。あ、元通りに戻ってると。はい、あのでもそれ完全に枕抜かれていたらどうなってたんですかね。ね、ちょっと調べてみたんですよね。そうしましたら妖怪枕返しっていうのが、はい、あの、まあ、座敷わらしがやってるいたずらの一つって言われてるんですけども。はい、そういうこともあります。はい、それであの枕を抜き取られると、はい、あの魂が帰ってこないって言うんですよね、うん、魂がありますね、抜けちゃうっていう話があったんですよ。そういう言い方する地方もあります。はい、はい、ですのでもしかしたら、うん、魂を引き抜かれそうになってたのかなって思ったんですよね。あの香川の枕小僧っていうのは、はい、あの枕を蹴り上げるんですね、はい、蹴り飛ばして枕を抜いて、はい、いたずらをするみたいな、
で、枕そのものが妖怪になった現象もありまして、で、まあ、なんか嫌な陽気が漂ってくるから、古い枕を焼いたところを、なんか死体を焼く匂いがしたとかね。結構枕絡みのそういう妖怪談って多くて、なんかね、寝てる間に枕の中に魂が落ちてるって考え方もあるんですよ。だから寝てる間に枕抜かれて足元にずらされたりすると死ぬとは言われてるんですそうですね。ね。あと、下枕するっていう意味がそこにつながるってああ、そうです言いますよね。ね。魂が帰ってこないように、そうですね。移してもらえますようにっていう形で、死亡が確認されたら北枕にするっていうのは、その風そう習からで来たっていう話もあったりしたっていう。すね。だから、危うかったといえば危うかったかもしれないですよね、枕そう話。なんですよね。で、その前の夢っていうのもちょっと気味のある夢で、もう本当にうちは今、ベタという熱帯魚を飼ってるんですけれども、それがね、どんどん死んでいく夢なんですよね。ああ、気持ち悪いですで、その水の中で死んでいくんですよ、全部。感電死したり、ね。ああ、なるほなんど。か苦しんでしまったり、こう飛び出したりとかしてね。で、一番強烈だったのが、いつの間にか、一匹買いなんですよ。基本的にベタっていうのは、喧嘩しちゃうので。それが、いつの間にか2匹入ってまして、1個のところが。それがね、共食いしちゃって、頭だけ残ってて、その水槽の中の水がね、もう真っ赤になってたっていう映像そうもいあった。う気持ちの悪い夢を見た後にその枕返し現象にあったと。そうです。なるほど。なんかどっか心霊スポット的なところに行ったとかそういうことはないんですか？その前後はないですね。じゃあ、まあ一応解決はしましたけど、また今後やつが姿を現す可能性はあるかもしれないですもんね。そうですね。その後に私、ちょっと玉城神社さんの方にね、行かせていただきまして、で、その後にですね、ちょっと私、ちょっともう一つ得意体質がありまして、神様系列はちょっと見えるんですよ。神様は見ることができる。お化けは見えないんですか？神様だけですか？お化けはね、よっぽどきついものでないと見えない形になってるんですよね。で、神様は見えちゃうってことですね。見えますね。で、何かあったんですか？神社行った時に。私の後ろに、実は出雲大社の大国主様がついてるんですよ。おお、なるほど。それもちょっとね、コイン、あの、レイジ、レイジに、説明する動画が上がるんですけれども、一回ね、私を守護している霊の子供がいたんですよ。その子が亡くなりま、あの、取られちゃいまして、取られた、取魔ら物れかた、何かに取られたんですか？魔物っていうか幽霊、魔物ですね、あれ考えたら。魔物かもしれません。それに取られまして、守護神が捉えたと。取られましたね。で、その時までは、幽霊はもう結構見えてたんですよ。で、ちょっと、能力が下がってた時ぐらいですね。その時に子供を、自分の横に子供がいるっていう。その子が導いて、あなたをいい方向へ、いい方向へっていう形で連れてってくれるっていう話があったんですね。それがその子供をちょっと魔物みたいなもんにね、やっぱり取られちゃったんですよ。で、しばらくもう仕事も何もかも全部アウトになりまして、その後に夢の中でですね、新聞配達をするお姉さんが出てきまして、綺麗なお姉さんが出てきまして、で、その人に、出雲大社へ来てくださいって言われたんですよね。新聞配達のお姉さんが夢の中で出雲大社に来てください。
何ですか、ちょっと変な話なんですけどね不思議な話ですね。はい。で、まあ行ったわけですか、夢の中で言われたから。行ったんですよ。ええ、行きまして、ええ、そしたらもうね、もう夜に友達と車を運転して行ったんですけれども、はい、ええ、高速道路を通らず地道で行ったんですね。ああ、まあ関西からだとまあは、はい、6時間ぐらいですか。5時間6時間ぐらいですね。結構かかりますよね。結構かかるんですよ。それもね、30年ぐらい前なので、結構な昔なんですよ。はい。で、その時に、まあ、近くの玉造温泉におりまして、はい。で、みそぎを済ましまして、そのまま、失礼しました。お参りに。すいません。はい、で、出雲大社の方へ行きまして、はい。はい、そうしましたら、ちょっとお祓いを受けてるときに、はい、まあ、体がぶわーっと熱くなりましてね、熱左側のほうがわーっとあったかくなるっていう感じですかね、はい、10月なんですけれども、10月なのに熱くなってきたと。熱くなってきました。で、その時にね、ふっと左側を見る、左側を見ますとね、なんか左側の方行って誰もいなかったんですよ。はい、人はいなかったんですね、はい、そしたらそこにね、大きな足がドンって落ちたんですよ。足が落ちてきた。はい。それ大国主の御事さんの足ですかね。そうですね。ああ、じゃあそれがきっかけで大国主の御事さんが守護神になってってくれたということなんですか。そうですね。新聞配達のお姉さんは大国主の御事のお使いの人だったってことですかね。そうですね、多分そうだと思います。おで、分かりやすいようにっていう形で人の形で現れてきてくださるんで。ああ、なるほどね。はい。でも新聞配達、もうちょいちょっともっと分かりやすい格好してくれんかな。巫女さんの格好とかねそうなんかもう光を背にね、うん、もうなんか雲に乗ってとかね、うん、夢なんだからまあ、出演書があってもよかったんですけど。なるほど。でもあれですね、その自分の守護神だった子供の守護神を取った魔物っていうのと、今回の枕返し の魔物、はい、まあ妖怪でしょうけど魔性のものですね、はい、同じではないんですか。また違うんですか。また違うんですよ。また違う感じがします。もう全然違うんですよ。ああ、時々魔物に狙われるんですか。いやー、もうそんなにめったにはないんですけれどもね、で YouTube の動画とかを作り始めた時に、うん、メッセージが来まして、はい、お国主様から、でその時にね、ちょっとこういう形でね、みんなに配信していくんだから、うん、お前ももっと体験しないとダメだよねっていう話になって、大国主の御事が、はい、もう体験せなあかんで、ってちょっと体験の数少ないでって、そうじゃあ、そうです、結構枕返しはその体験シリーズその1みたいな感じなんですか。その1でしたね。送り込まれてきた、はい、そういうことですね、多分そういう感じで、もうこれからいっぱい見せたからねって言われたんですよね。ああ、なるほど。うん、それでいきなり1週間前に枕返しが来たと。そうなんですよ。大国主の御事、何考えてるんですかね、うん、いやいやってちょっとね、突発的なもんなんですけどね、本当に。だから ね、本当に今から考えると、やっぱり子供をね、うん、そんな大事な子供をね、うん、まあ市場で亡くしてしまったわけなんで、うん、まあ罰なんじゃないのっていう。でもし、こう人にね、いろいろこう伝えなきゃいけないんですよ、私。うん、全く初めての方でも、うん、こちらの神社様から使いの方が来られてるので、行ってくださいっていうような話をね、うん、しないといけなかったりするんです。その人に伝えなきゃいかん。はい。例えば、まあ、あんまり親しくない人でも、この神社さんがあんた来なはれって言うてますよって言うわけですよ。そうなんですよ。そうすると、
軽減な目で見られるわけですよね、多分。そうです、そうです。何この人急に言うてくるんやろみたいな感じで、もう困るんですよね、本当にね。自分の中でもまた全然消化しきれてないのに、うん、いきなりそういうふうな形でね、お使いの方が来られて、うん、なんか何々神社に来るようにって言ってくださいって言われて、うん、でどう言ったらいいかなって3日ぐらい悩むんですよね。それは悩みますよね。はい、でそういう時にまあ連絡を取りますと、うん、不思議とこれもね、うん、相手さんも嫌がらないんですよ。まあ、関西の人やったら比較的そういうこと受け入れると思いますよ。いやーでもね、うん、拒否する人はいるんですよ、中にも。そんな気色悪いとか言うて、うん、そんな急に言われても怖いわみたいな、あんた頭おかしいんじゃないのみたいなこと、まあ、言う人おりますよね、うんうん、やっぱり言われることもあるんですけれども、そこをね、ちょっと、ちょっとお時間いいですかみたいな感じでちょっと話させていただいて、うん、でとりあえずね、もう行くか行かないかはあなた の自由なんで、うん、そうですね、もうとりあえず、ね、うん、伝えましたんで、じゃって言って帰るんですよ、私も。あ、なるほど。もう長く話すとね、うるさいんで、うん、なるほどね、うん、それで話してるとそういうことになって。なるほど。あの、ヌエみたいな見たっていうのはさらにまた近いんですか？近いんですよ、本当に。もう何日前ですか？ね、最近ですね。数日前ってことですか？先週とか。先週くらいだったと思うんですよね。先週の金曜日だったかな。金曜日ってことは今火曜日ですか？4日前ですか？それぐらいですね。最近ですね、それ。うん、もうほんまに最近で、それもエスタさんのメインチャンネルを、はい、そこでライブで撮りまして、はい、でちょっとやばいねっていう話もしてたんですよね、はい、なんかあそこで、はい、なんかあそこら辺にいてるし、ここら辺にもいてるしみたいな、はい、で車に私乗っけてきたんだよねって話になったんですよね。その時正体わからなかったんですよ。あと、どっかで拾っちゃったってことですか？拾っちゃったんです。はい。どこで拾ったかって覚えてるんですか？もう覚えてるんですけれども、道の名前はやっぱりちょっと言えないので。あ、場所、ね、まあ車で。あとどちらかと、うん、あと京都寄りなんですよね。京都寄りの地道で、はい、山よ、で、あの林が、うん、もう本当に山の中を通ってきたので、その時に道端で拾ってしもたと。そうです、はい。あの京都幽霊と、うん、妖怪三匹、妖怪三匹と幽霊が車に勝手に乗ってきよったって感じです。乗ってきたんですよ。えらい迷惑な話ですね。そうなんですよね。そんなん乗ってくれとこっちからお願いはしてないのに。はい。でどうなったんですか？家にしばらくおったんですか？それでね、あの、まあ、エスタさんとそれから階段の話を車の中で撮ろうかって話になって、ええ、で私の車の中で写真、あのそこで録画もいろいろしたんですよ、ええ、それがやっぱりちょっとね、幽霊とかがちょっと出ちゃったみたいで、撮れちゃったみたいなんですよ。映っちゃったわけですね。映ったっぽいんですよね、はいはい、なので、ええ、ちょっとね、動画編集しようにもちょっとできないんですよね、下さんが、うん、頭が痛くなったり吐き気がしたりとかして。それあんまりアップしたらいかんやつちゃいます？もしかしたらアップしたらダメですよね、多分。そうなるってことは何か拒否してるってことですもんね、うん、うん、で、なんかね、下のなんかちっちゃいのがいるなと思ってたんですけれども、気にせずに家に帰りまして、で、その時には幽霊の方はね、もうどっか行っちゃってたんですよ。もうちっちゃい妖怪みたいなのが3匹家に入ってきたんですか？家に入ってきたんです。こんにちはってついてく、後ろついてきて。もうどっちかというとね、なんかもう本当にあの、お邪魔しますと、もう扉開けたらピャーって入っていくような感じで。猫みたいですね。そう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 。勝手に入っていく。動物みたいな感じでね。ええ。ペラ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 って入っていったんですよ。あら、それ困りますね。うん。で、それもね、身長140センチぐらいなんですよね。あ、その、大きさがですか？大きさが。そんな大きいものでもないんですね。うん。3尾がおるんでしょかなと思ったんですよ。え？
最初子供かなと思ったんですよね。ええ、そうですよね。140センチぐらいの。ええ。下にわーって入っていくから、えって思ったんですけど、ええ。でもどうもこれ人間じゃないなって思ったんですよね。それはなんでですか？なんか動きとかそういうもんですか？動きもね、なんかちょっとね、二足歩行なんですけれども、ええ。なんかピョンピョンって飛んだり、なんかそうかと思ったらね、なんか壁の方とかね、ビャーってね、這うように登っていったりとかするんですよ。とても人の霊とは思えない動きですね。そうなんですよ。人の霊ってね、やっぱり二足歩行で足が、やっぱり重点になるのかわかんないんですけれども、歩いてきたりとか、なんかそういうふうな感じなんですけどね。それで、その3匹ですか？まあ、家に住み着いてて、気色悪くないんですか？もう最初はね、すごく怖かったんですよ。出て行けとかなんか言わなかったんですか？なんかね、なんかあるんだろうなと思ったんで、もうとにかくでもゾワゾワしてたんでね、体が。もうそれ、正気だったような感じの。家族の人は誰も見てないんですか？見てないです。きなこさんし私かだ見け、えない。私しか見えなくて。で、普段だったら猫、うち猫いっぱいいるんですけど、猫がね、シャーとか言うたりするんですよね。シャーって言ったり、こうじーって見てたりするんですけど、個も反応しないんですよ。猫が。猫には見えてないんですかね。見えてないというか、いてても大丈夫みたいな感じだったんでしょうね、多分。じゃあ猫をもう仲間と思うような存在ですかね。そうですね、多分。あの反応からしたらそうかもしああ、なんかおるわ、仲間やな、みたいな感じなんですかね、猫的には。れない。そんな感じですね。で、壁駆け上ったり、ピョーンってビ飛んュだりする。んで、ビジュアルってのは黒いビジュアルで見えるんですか？それともはっきり見えるんですか？ー。いやー、もうね、もやーっとしか見えなかったんですけど、黒いんですよ、体全体が。黒くて毛むくじゃらなんですよね。顔がね、顔だけがちょっと分かったんです。猿なんですよ。猿。猿に近い感じで。で、体中が毛むくじゃらなんですけれども、なんかどうも猿の毛じゃないんですよ。猿の毛ではない。どんな毛ですか？なんかね、黒くて、なんていうのかな、ごわーっとしたような、もう本当にね、一本一本が太い、ああ、剛毛ってやつですかね。剛毛で、長くて、ぶわーっと膨らんでるような感じの毛なんですよね。本当にどっちかというと、もう本当に獣の毛っていうやつなんですよ。多分触ったら、硬いかなんかの毛質だな、みたいな感じで。で、不思議なことに水かきがあったんです手に水かきがある。よ。それは見えたんですか？ 見えたんですよ。その手には、手はどんな感じなんですか？肉球があるとか、爪が猫みたいにやーっと伸びてるとか。もう本当に4本なんですよ、手が。ええ指が4本で、はい水かきがありまして、はいで、手首が細くて、ええその手が大きいんですよ。その手が大きめで、どっちかというとカエルに近いのかな。あ、そんな体ですか。はあ、尻尾はどんな感じですか？尻尾がね、それが残念ながら見えなかったんですよ。あ、尻尾は、あんだけね、わらわらしてるくせにね、尻尾見えないんですよ。尻尾ないんですかね。ないのか、それとも隠してるのか。なるほど。これ脱げやなって思ったきっかけは何ですかね。あまりにもね、気分がちょっと怖かったので、怖いっていう思いがあったのと、おかんが普通のもんじゃないって思ったのと、あと私が多分車の中の幽霊の方を家に持ち帰ったのがなんかおかしなことになったのかなって思ってたんで、最初幽霊だと思ったんですよ。でも人じゃないしって、
思って、でエスタさんに相談したんですね。でエスタさんと相談して、最初土山サービスエリアのあの辺の周辺、広域で調べたんですけれども、怪談話とかそういう話一切なかったんですよ。それで、いやほんだどこやねんやろなっていう話をしてた時に、きなこさんがもしかしたら拾ってきたかもしんないって言ってたあの山はって言われて、ちょっと京都寄りのその山の方のことをちょっとね広域でし調べてみましたら、実はあの辺にはヌエが出没ってたっていうことが書いてありまして、ああじゃあまだ おったわけですか。おったわけなんですよ。で顔がヌエって顔が猿って体が取られて、そうですね、尻尾が蛇っていうのが有名なんですけれども、顔が猿っていうのしかわからないって言ったらわからないんで、確率高いなと思ったんですよね。でも皆さんが思うヌエってすごく大きくて、なんかすごくなんか強いイメージってないです？なんか強いイメージありますよね。なんかすごくなんかこうね、ゲームとかでもラスボスとかに出てきそうなタイプでしょ。そうですね、アニメとかでも強い妖怪というイメージで作られてますからね。そうですよね、すごい多分だと思ったんで、こんなちっちゃくて、こんな子が、もしかしてヌエって思った時がね、なんかちょっとびっくりしたんですけど、まあ弓矢一本で射殺されて落ちてますから、そんなに強いタイプの妖怪ではないのかもしれないですけどね、よく考えたらね。でまあ見る角度によってね、見え方が違うっていう、ところが、一番みんな恐怖するところだと思うんですよね、そのヌエに対して。ヌエはね、やっぱりもう今から17、18年前にですね、関西の UFO 研究家の村さんの友人の方にインタビューしたんですけど、その人のお母さん、その人がね、もう今もう70近いと思うんですけど、その人のお母さん存命中だったらもう90後半だと思うんですが、その人が学生の頃見たと、ヌエを。それで、まあなんかね、中学生ぐらいの時になんかヌエってこと知らなくて、当然普通の学生やったから、知らないですよね、普通知らない、そういう妖怪とか興味なければね、それでなんか猿がおると思って、山で京都の山で猿がおるなと思って見よったら、尻尾があると、で尻尾が蛇になっとった猿がおると、この猿は何やと思って怖くて逃げたみたいな話をしてくれたんですよ。でそのお母さん、まあ今存命中だったら100歳近いお母さんがですね、高校生になった時に古文の時間でヌエが出てきて、私が見たのはこれやっていうふうにようやく分かったと、いう話を聞かせてもらいましてですね、だから関西にはですね、たまにヌエを見る人がまだいらっしゃるんじゃないかなと。でその時のお母さんの証言もそんなに大きいやつではなかったみたいですよ。なんか普通の猿がおると思ったぐらいですから、ちょっと嬉しいなんかね、似てますよ、見た感じ。猿やと思ったら、すごく私怖かったんですよ、すごく、わ怖い怖いと思ってまして、その時のヌエたちっていうのはちょっと怖かったんですよ、目ギラッとしててね、なんか悪さしたるでみたいな感じのね、雰囲気があったんですけど、あんたたちヌエかって言った途端にね、怖さがスッと消えたんですよ。向こうはどんな感じ、引いた感じで、って感じなんですか。いやもうね、にゃーってするような感じですよね。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、僕らのこと知ってんのみたいな感じになる。そうそういう感じです。ヌエ知っててくれたん、ありがとうみたいな感じなんですかね。もうそうですね。なんかその悪さしてやろうって雰囲気はなく、一気になくなったんですか。なくなったんですよ。なんですかね、まだわからん、まだわからんっていう感じの、おばちゃんまだわからへん、
僕らのことみたいな感じで。ヌエやろって言った。やっと分かってくれたみたいな感じですか。そんな感じですね。にゃーっとされたんですよ。うわ、泣くなって言ったんですけどね、一気に。自分を泣くなよ、今泣くなって言って。自分の肯定し、自分肯定してもらいたい妖怪じゃないですか。そうですね。僕らのこと分かってくれないと、え、君らヌエ妖怪知らないのかな。この姿見て分からない、分かってくれないって、なんか分かってくれると彼ら嬉しくなるんですかね。なんか嬉しくなるのかもしれないですね。それでどないしたんですか。もう早いとこ山帰ってみたいな感じに言ったんですか。いや、もう何も言わずにもうそのまま置いときましたね。そしたらどうなったんですか。昨日消えました。昨日消えたんですか。うん、私がヌエの動画を作ってあげたのが昨日の0時だったんですけれども、もういなかった。いなくなりました。もうじゃあヌエだという、まあ妖怪って名前を知られたら、うん、結構弱点らしいんですよ、名前を知ることが。あのベトベトさんもそうですよね。そうですね、ベトベトさんは道譲ってあげると満足しますから。そうですね、ベトベトさん前をおいでって言ったらいいって言って、うん、そう昔聞いたことがあるんですけれども、ね、割とベトベトさんにこう道を譲って優先してあげると、まあまあ、悪させえへんで消えるっていう話ですけど、はい、ヌエ妖怪とかお前の正体は何とかやろうって名前を言い当てると結構シューッと消えたり、おらんようになったりするらしいですね。そうですね。だからもう本当最後の方なんかもう本当にヌエって分かってから2日ほど家にいたんですけれども、もう可愛らしい本当に普通の猿みたいな感じでしたよね。あ、感じのええ猿になってたんですね。感じのより感じになってて、もうワイワイキャッキャしてるような感じで、別に猫たちも反応しないし、猫とも馴染んでるし、うん、ねえ、もっとおってもええよって言うたらよかったじゃないですか。そうそうそう、もうほんまにね、ずっとおってもええでって感じで、逆にうちの家守ってくれるんやったらいくらでもいいよっていう。そうですよね。でもやっぱり自由なんでね、妖怪は。あ、なるほど。またその山に行ったら会えるかもしれないですね、そいつらに。ね、会いたいですね、逆に。なるほど、会えるもんなら。そうですね。いや、今日はほんまありがとうございました。長いことありがとうございました。こちらこそ。これはね、今日早速あげます。あ、ありがとうございます。はい、あとあの聞かせていただきますんで、あのエスタさんときなこさんがやってる YouTube の宣伝をして最後にしていただければ。あ、そうですね、はい、良いでしょうか。はい、どうぞどうぞ。あ、はい、私きなこと、恵比寿エスタという2人で運営しております怪談話があるんですけれども、実体験をやってます。で、きなこさんの実体験が中心ですね。ほとんど中心ですね。エスタさんはあんまり例は見ないタイプですか。見ないタイプですね。あ、ちょっとあの感じてはるみたいなんですけれども、ビジュアルでは見えないタイプ。ビジュアルではね、今までまだちょっとはっきり見えてないっていう感じで、自分でも見たいっていう感じの人なんですね。じゃあちょっときなこさんのそのおもろいちょっと、はい、霊体験というか妖怪体験とかを聞きたい人はチャンネル見てやって感じですね。そうですね。あとね、はい、どうしてもやっぱり伝えたいこと、亡くなった人たちがこう伝えたいこととかね、はい、すいません、ちょっと涙が出てきたんですけど。あ、はい、どうぞ。その中でも遺品っていう遺品動画があるんですけれどもね、はい、それはもう必ず伝えろと言われてるので、うん、あ、じゃあそれちょっと重点的に見てくださいと。はい、あとはもうね、皆さんあの楽しみでこのまあ、うん、ちょっとね、まあ、お国主様がいろいろとこれからね、多分妖怪をね、私に見せてくれるかもしれないので、エスタときなこのチャンネルが登録者数増えるように、妖怪いっぱい送ったるわって、こう、はい、お国主、勉強せえみたいなね、それによってお前はもう、もっともっと人に伝えていけみたいなことが。妖怪がおるってことをちょっと広げろってことなんですかね。はい、そうですね。見えない世界があると。うん、それをまたも
もうなんていうのかな、昔の信仰ではないんですけれども、そういう土着のものであって、そういう妖怪は怖いものではないっていうことを、もっとね、あのみんなに知ってもらって、そうですね、昔のように共存したいと。うん、そうですね。なんか、はい、ね、ちょっとあの割とネガティブな幽霊とかは多いですけど、妖怪はまあ無邪気なのが多いですからね。そうですね。本当に会ってみたいのがいっぱいいます。ね、ある意味関西の方と相性がある合うのかもしれないですね、妖怪はね。そうですね。ね、乗りツッコミ的なもんがね、多分ある、そうそう、あると思います。僕多分ボケたりもすると思いますし、妖怪は。はい。あのね、まあ一緒におもろい、またなんか不思議な体験あったらまたメールくださいね。あ、わかりました。ちょっと大国主の御事がまた次から次へと妖怪を送り込んでくる可能性がありますので、ちょっと今後要チェックというところですね。そうですね、楽しいかもしれないです。ちょっとワクワクしてます、本当に。そうですね、見せていただけるならということで、それを判明させるのがね、はい、またね、そうですね、楽しいかなと思うんで、まあ、分からない妖怪方、僕に聞いてくれたら、大概正体が分かると思いますので、そうですね、教えてください、いろいろと。そこら辺のことは分かってます、はい、あのまたじゃあ、今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、関西のきなこさんの、妖怪体験談でした。枕返しというのはですね、前もメールでいただいた方がいらっしゃったんですが、枕返しをするというのはですね、たまにそういう妖怪的な存在がいるみたいですね。で、たまにそういう体験をする方もいらっしゃると。で、まあそれが夢なのか、まあそれはもう睡眠時の夢だよという夢はそれまでなんですけども、まあ我々日本人はそれを枕返しと呼んで、民族学のデータになるように不思議な体験を連綿としてきたというところですね。僕はそれが一つの伝統文化だと思ってますので、非常に貴重な体験だと思います。で、まあ最後のぬえちゃんもですね、ちょっと可愛らしい感じで、え、僕のこと分かる？分かる？うん？知ってる？知ってるかな？ぬえ、あ、バレちゃったみたいな、その関西のノリのバリバリの妖怪ちゃんがですね、なかなか可愛らしいお話でしたよね。なんかね、あのやっぱり妖怪を見てる人っていうのはやっぱり結構現代でもいるんだなと。僕は一時期妖怪はいないんじゃないかなと思っていた時期もあるんですけど、これはやっぱいますね。妖怪は確実に存在しますね。それでその妖怪たちを現代に蘇らせるのが山口敏太郎の仕事ではないのかなと思ってますので、柳田邦夫がやった妖怪談義をインターネットの YouTube でやっていきましょう。ね、日本中に今も息づく妖怪伝説をネットを使って集めていく YouTube 版妖怪談義がアトラスラジオでもあるわけですね。まあアトラスラジオはですね、出口鬼三郎霊塔の霊的な作業をやったりですね、柳田邦夫の妖怪談義をネットでもう一度やったりですね、まあ現代のスピリチュアル詐欺を糾弾したりですね、まあさまざまなものを取り上げています。で、ユーマとかですね、都市伝説、陰謀論、ね、宇宙人と。でもその中からですね、まあ基本ですね、ベースには日本人の豊かな感性、豊かな、感受性、そして豊かな現代民話、現代の伝説っていうのがですね、息づいてるのではないのかなと思いますね。まあやっぱりフォークロアというのは非常に面白いですね。はい、この辺りにしましょう。アトラスラジオの方ではコメントを待ってます。おもろかったでとかね、ナイスとかね、もっと妖怪やってやとか、俺も 見ましたでとかですね、コメントください。高評価もどんどんしてくださいね。コメント一言でもいいです。ナイスおもろかったでとか、ビンちゃん最高やとかね。それから、体験談はメールでくださいね。 tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp までお願いします。はい、まあそれとあとアットマークビンタローでツイッターもやってますんで、フォローしてください。
相互補料を希望の方は相互補料してくださいと声をかけてくだされば、必ず相互補料しますので、忙しくて見落とす時もありますが、辛抱強く僕に、リプくれれば3回ぐらいの間には必ず拾えると思いますので、まあ、気長にやってください。それからですね、山口敏太郎サイバーアトランティア、山口敏太郎タートルカンパニーのファンクラブ、空神、空の神様、空神とサイバーアトランティア、それぞれ検索してください。すぐ出てきます。マグマグの、サイバーアトランティア、フーミのサイバーアトランティア、どちらも内容は同じですが、かなり過激なことを書いています。まあ、いろいろ大人の事情で YouTube でも言えないことをですね、ベラベラ言っておりまして、メルマガには割とめっちゃくそめっちゃくそに書きまくっております。まあイベントが続々と中止になってましてですね、窮地に追い込まれているタートルカンパニーですが、皆さんが読者になっていただければですね、この窮地うまく脱することができるかなと思っております。非常に厳しい戦いが続いておりますが、ファンクラブあるいはメールマガジンを読んでいただいてですね、サポートをいただければ幸いかなと思っております。両方合わせ1300円ぐらいです。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、山口敏太郎でした。はい、お耳の恋人、お耳の親友、ワンコの父さん、ガラスの中年、佐川の友人、そして通勤通学、ウォーキング、そして夜勤、お昼休み、昼寝、ヒプの瞑想のお供、家事のお供でもありますよと、山口敏太郎のアトラスラジオでした。本日の講釈これにて一件落着。次回のアトラスラジオでお会いしましょう。オカルトは知的エンターテインメントだ。知的エンターテインメントこそがオカルティズムだ。山口敏太郎でした。この番組はエンターテインメントでお送りしております。ね、信じるも信じないもあなた次第という言葉はもともとロバート・リプリーの、アメリカの作家ロバート・リプリーの言葉で、True or not true という、ね、言葉なんですよ。皆さん知ってましたか？ね、あくまで個人のリテラシーで、どこまで信じるかは皆さんの基準内に任せておりますということで、山口敏太郎でした。それでは皆さん、次回のアトラスラジオでお会いしましょう。